アナベル・ラングロワ・ヘイは、カナダ出身の女性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレークシティオリンピック。2010年、バンクーバーオリンピックペアカナダ代表。パートナーは、夫でもあるコディ・ヘイ、パトリス・アルケット。ケベック州のグランメールに生まれ8歳の頃スケートを始めた。当初は、パトリス・アルケットとペアを結成した。2002年4大陸フィギュアスケート選手権で2位。 2002年、ソルトレイクシティオリンピックに出場し12位。同年の2002年世界フィギュアスケート選手権で10位となる。翌2003年世界フィギュアスケート選手権は5位。2004年、世界フィギュアスケート選手権8位。2004から2005年シーズンをもって、アルケットとのペアを解散。新たに、コデヘイトペアを結成した。2007年世界フィギュアスケート選手権10位。 2007から2008年シーズン、地元、カナダで開催されたスケートカナダで4位。2戦目の NHK 杯では5位となったが、2008年、カナダ選手権では、初優勝を飾った。2008から2009シーズンは、自身の怪我により、試合に出場することができなかった。2009から2010シーズン、カナダ選手権で2位となり、バンクーバーオリンピックの、出場。 ショートプログラムとフリースケーティングの両方でパーソナルベストを更新する演技を披露し目標である10位以内の成績を収めた。2010年に現役引退を表明した。2013年3月28日、ヘイトの間に女ジ,ジが誕生した。 abhttp コロンスラッシュスラッシュ w w w o l y m p i c s a s l a e n スラッシュ a t h l e t e s スラッシュ a e n a e l e dashlanglois スラッシュザインサイドエッジニュービギニングスクレートフルエンズバンクーバーオリンピック最終予選国際スケート連盟主催ありがとうございます